この動画を、視聴者のまゆみ様に捧げます。アメリカでのたり死に寸前の最底辺の輪です。なんとまゆみ様が私に教えてくださったんですよ。最底辺の輪さんのサムネがこういうことになってますよって。で、これうちの子供ですね。 これ背景使ってるんですけども、で、ちょっとこうするとね、これ私の iPad ですけど、近づけるとこれパソコンの画面をまゆみ様が撮ってくださったんですよ。で、視聴者、登録者168人。で、ですね、で、そういえば昨日、視聴回数がなかなか出てこなかったなって思ったんですよ。え、私、例えば2回聞いたはずなのに、視聴回数が0回だったんですよね、昨日は。で、今朝、昨日の終わりだか今朝だか、視聴回数がちゃんと、15とか16とか出てきたんですよ。で、これ私の名前、最底辺の輪。で、これ、名字と名前がこうなっちゃうんですよね。で、ちょっとこれ、輪が2つ重なっちゃってるんですけど、私のチャンネル名は最底辺の輪。MOP, ミサンスロープオンピルグリメージ。このミサンスロープっていうのは人間嫌い、人間恐怖、人間不信とかそういう意味合いですね。なんかフランスの、なんだ、舞台かなんかのモンテーニュだったかな、ちょっとか。なんかこの人間嫌いとかで出てきましたね。で、このピルグリメージっていうのは、聖地巡礼っていうことですね。で、これ見てください。これ。このサムネ。で、これもちろん私じゃないですよ。で、結局、で、この人ね、こうですよ。こんな風になってるんですよ。で、ちょっとこれ、もう、ピクセレイティッドっていうんですかね。ちょっと見づらいんですけども。で、この人、どう見ても私より若い。だって私49歳ですからね。で、後ろの背景、なんかこれ白い切り取り線がありますね、これね。で、私こういう風に綺麗に髪の毛整えることできないんですよ。やり方わかんなくて。で、これ、ドイツの、ドイツの旗は上が黒。黒、赤、で、黄色。で、カドミウムイエローって言うんですかね。で、はい。で、なぜかここで豊臣秀吉。この豊臣秀吉のこの部分も同じ色？同じ色ですよね。このドイツの色と。で、私、豊臣秀吉の、これ、豊臣秀吉、これ、英語ではなんか戦争の主、ウォーロードとか言うらしいんですけども、日本に興味のある方、ご存知ですよね、豊臣秀吉。で、豊臣秀吉の家紋とか、家紋は霧でしたっけ。で、この部屋のここに垂れ下がってる分が、これと同じ色ですよ。だけど、ちょっとその画像が見つからなかったんですよね。で、こういう女性だったわけですよ。この最底辺の輪。で、ってことは、このサムネの女性はドイツに関係があるのか、それとも豊臣家に関係があるかっていうことですよね。で、豊臣秀吉は、もう、秀頼がもう、何でしたっけ、その子供も殺されてしまったはずなんで、豊臣秀吉の直系は今いないはずなんですよ。だけども、三女の浅井三姉妹の三女のお栄養の方、あの人が2番目に結婚した秀勝様でしたっけ。そこで生まれた、豊臣の、なんて読むんだろう、官氏、官僚の官って書いて、名前貞子っていうのかちょっと忘れちゃった。で、その人、の血筋が今の皇室までつながってるんで、その、で、その、おごうから生まれた、その女の子、秀勝
様との間に生まれた子はなんか豊臣の子だから豊臣に置いときなさいとか言って、でそれでその3番目の結婚、その徳川秀忠将軍に、あ、嫁いだ時将軍になってた、なってないかもしれないですけども、その秀忠さんと、結婚する時はその貞子ちゃんを置いてったわけですよね。豊臣の子だから置いてきなさいみたいな感じで、そういうか、そういう人なんですかね。で私この YouTuber さん吉井奈々さんに似てるかなとか思ったんですよ。でもちょっとよく見たら違う、その吉井奈々って男だったんだけども今女になって結婚もしてるって、あの人の動画で整理整頓上手になりましょうねみたいな動画があって、一日に一度は自分のバッグの中を取り出して掃除しようねっていうのがあったんですよ。でそれ私一度実行したことありますね。やっぱりカバンの中にホコリとか詰まってますからね。はい。で結局真由美様のに私聞いたんですよ。再起動、パソコン再起動したらどうなりますかって。でそしたら再起動する前はこの画面が2回出てきたそうなんですよ。だけども再起動したら元の私の鏡の サムネに戻ったっていう、そういうことなんですね。で本当にありがとうございます、教えていただいて。でやっぱり人付き合いするといいこともありますねって言うと罰当たりかなとかってね、やっぱりこういうのを教えてくれないと分かんなかったし、で私の画面ではどうだったかって言いますと、私iPad とタブレット持ってるんですけど両方とも何ともなってなかったんですよ。で、まあ、これパソコンの画面ですよね、これ。でパソコンの画面で見たらどうかなとか思ったんですけど、私自分の家に帰るの明日なんですよ。なので明日見てみたらもしかしたらこの女性のサムネになってるかもしれない。だけどちょっとね、この人私よりも若いし私よりも綺麗な人なんですけどもね。でいや私ここ最近思うんですよ、顔出ししてなくてよかったなって思うんですよ。なぜなら私のビデオ聞いてくださってる人の中にはその LGBTQIA の方もいれば、メンズライト、メンズライトアクティビティでしたっけ、ミグタウってメンゴーインゼアオンウェイ MGTOW とか、そういうちょっと女性、LGBTQ の人はちょっと分かんないですけども、ミグタウの方々は女性に対して厳しい目を持ってるんですよ。なのでもし私自分顔出しとかしてたらもしかしたらこのブサイクめって言われるかもしれないし、で私を応援してくれてる人たちに対してお前こんなブスのために、この女性じゃないですよ、お前こんなブサイクなやつのこと応援してんのかって言われちゃったりする可能性があるんで、私顔出ししてなくてよかったなって思うんですよ。で私いつもにまずは日本語でビデオを上げますよね。でもしこのビデオを日本語がわからないのにとりあえず日本語で聞く、でもしかしてそういう人たちがなんだお前本当は美人じゃないかよとか、まあ、この女性綺麗な人ですよねなんだお前美人のくせに何ミグタンについて語ってんだよとかぶっ飛ばされるかもしれないんで、まあね、ちょっとこのビデオを見て日本語がわからないけどこのビデオを聞いた方々がもしかしたら早合点して
なんだろう、なんで美人のくせに顔出ししないんだよとか、美人のくせにミグタウとか、あの語るなよって言うかもしんない、うん、まあそういうことですね。まあこの女性はドイツに住んでるのか、それともドイツ語を勉強してる人なのか、それとも豊臣秀吉の、まあ、冒険、まあ、直系はいないはずですもんね、冒険の方ですかね。こう房見たことありますよね、その呪落台やらなんやらで、あのインテリアですよ、この秀吉が住んでるとこのインテリアで、この房みたいなこれの部分がこういう色してるんですよ。で上が黒だったのか下が黒だったのかちょっと思い出せないんですけど、で時々ドイツの旗で、ドイツじゃない、ドイツ人じゃない人がこの旗について扱った時に、この反対にしちゃう人が こうやってなんか語ってる人がいて、でそれでコメント欄にドイツの旗は黒が上だよっていうふうになんか注意されてましたね。はい、じゃあちょっと私も今直しますよ。はい、ということでございます。まあね、動画ソーシャルメディアは怖い怖いとか言うんですけども、まあでもね、こう静かな山村で大虐殺とか起こったりするじゃないですか。その岡山県のどこでしたっけ、あの八つ墓村の八つ墓村のあれになった土井睦夫30人事件でしたっけ、30人それとも31、ちょっと数字が私あれなんでね。はい、まあそういうことなんで、最後この美しい女性、これ私じゃないですよ、美しいって言った時、この女性の顔を覚えていてくださいっていうかね、このビデオに残せば出てくる。なんかこれこうやってピクセルがこうなっちゃった時って、なんかまるで T シャツとかビーチタオルみたいに見えますね、これね。だけど こうですよ、こうちょっとね、私怖いですよ、英語で聞いてる方がこのサムネを見て、なんだ結局最底辺の和さんもなんか器量自慢するようなそういう人間だったのかってがっかりするかもしれませんね。だけど最後まで見てくださいね、これ私じゃないですからね。はい、ということでございます。まゆみさん、重ね重ねありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしてます。うざがられないように私も気をつけますが、本当に嬉しいです。嬉しくて私舞い上がってます。ということです。では、失礼します。